訴訟のやつもこれ報告しとかなあかんなと思って、これ初めてあげるんですけども、実は3件4件やってんのかな、訴訟をね。で、1件は被告になってますよ。それは公平が私が書いたブログについて、また YouTube についてですね、その中で書いてる、例えば脳みそがないとかね、そう、私はもう全部根拠があって書いてるんで、盗人みたいなことをしてるとかね、盗人みたいなとか、まあ、犯罪エリート一家というふうにはっきり書いてるんで、私自身にも指摘をされて、罰則がある犯罪ですよ。そういうことを、犯罪を指摘をされて改善をしてる。しかも市長が自分とこの市の職員に呼ばれて、親子ともどもですよ。で、その中で改善をさせられるというような、そんな事案で、新聞にも何回にも載ってるわけですよね。だからこそ犯罪エリート一家というふうに呼んでるわけで、それについて、それを削除してくれというような仮処分の申請をしてます。これ非公開なので、うまいことやってますよね。ほんで、仮処分の申請は普通の名誉毀損と違いまして、申し立てた方に立証責任がないんです。書いた私の方に立証責任があるんでね。そういうのでやって、それで被告になってます。あとの3件は全部こっち側が原告です。1件は公平の選挙の時の水増し請求の分で、もう1件は長野高雄氏の私に対する傷害事件の分で、これが多分一番先に判決が出るであろう、まあ、12月24日判決なんですけども、それがこのもんですね。令和元年行刑の第5号の裁決取り消し事件ということでですね、これは私の、4月21日の選挙ですね、これにおいて15票差で私は落選をしておるわけなんですけども、その15票の中に高平というのは非常に珍しい名前なので、高原とかね、中平とかね、そういう字が違うやつとかも入ってんじゃないかということで、もう一回見直せっていうことをやってるわけです。もともと岸和田選管に対して票を見直せっていうのをやったんです。ところが票を見直す必要がないっていうことで、次は風選管に対して見直せっていうのをやりました。で、ところがそれについても見直さんでええやろと言ったので、これ最後の手段で仕方なく大阪高裁に訴訟を提起をいたしました。で、これずら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 、こう書記って名前書いてんだけど、これ私代理人やと思ってたんですよね。大阪府もそうなんですけども、もともとタレント弁護士がおったでしょう。タレント弁護士が2008年に府知事になるわけですけども、そっからですね、タレント弁護士は食えない弁護士の就職先として行政機関を開放するように働きかけるわけですよ。で、大阪弁護士会に行ってですね、で、役所の顧問弁護士というかね、中に入ってですよ、企業内弁護士みたいなもんですわ。そういう仕事を開放するわけです。おかげで大阪府にも、大阪市にも堺市にも、大きな市なんかは中に弁護士が職員としていてます。そういう職員かなと思ってたんですけども、そうではなくて、これ府の選管の職員やということなんです。と申しますのは、府の選管は別組織になっているので、知事部局のその企業内弁護士ですね、それ使えないということなんですよね。で、この職員のとこが、選管が別個で顧問弁護士使えるんだけど、そんな予算ないでっていうことで、自分ら変えてるということなんです。ほんでですね、これ何を言うてるかって言ったら、岸和田選管が出してきた分に対してね、問題ないよということをこうルール書くわけですよね。で、問題ないわけないやろと。で、いろんな新聞記事なんかでも問題があって、開票したら票の数が違うっていうことが要算あるやないかいというようなことも私は反論しました。そういう中で、例えばですね、これ高原って書いてる票なんかがあったんかということをね、これ大阪府の選挙管理委員会の委員長池田さんっていう方が、岸和田の委員長である赤坂さんに尋ねてるわけですよね。これね、尋ねたんやけども、そんなありまへんでと、そういうことをしてませんということをこうずっとこう書いてますわ。で、見当たらなかったというのを証言を得ておると、この証言したのはまあ職員なんだけども、ほんで立会人というのがおってですね、立会人こうね、こんだけおるわけですよ。
でどの候補者がどの立ち会いに出したかわからんのだけど、こういう人らがおってですね、ほんでこの人らが見てるから何順もチェックしてから間違いないやろっていうことを言うわけですよ。ところがですわ、これね、何順もチェックしてる表がどっかにあったよね。何順にもチェックしてるっていうのはこの流れがあってね、でこうこれこれこれ何重にもこうチェックして、ほんでやっとこさ点検に回ってですよ、まあもともとこれ回避してね、ほんで機械で分類して点検してね、で計測器でまた見てですよ、まあ数も見なあかんし中身も見なあかんからね、で立ち会い人が最終審査係向いて立ち会い人見るでしょうと、これ100票束になってますよと、ほんでその数をほんまに100票なんかもう一回計算して、でこっちに出すんやから間違いないんやと、何重かけとんねんって言うわけですよ。ところがですよ、開けて数が違うたて幽霊はたくさんあるわけです。で、法自体が被告なわけですから、不戦官にもそんな例あるやろっていうことを聞いてるわけです。不戦官自身が把握してますよねということを聞いたら、把握してますということで出してきた例があるんです。いくつもね。で、総務省のデータなんかもこんなんありますよと、それはまあ数でしたけども、その数なんかも出してきて、明らかにそういうことがあるということを分かってるわけですよね。ところが、いやこれで大丈夫なんですと。ほな、なんで他の例でそんなことなってんのに私の分だけは、岸和田だけが大丈夫なんか説明せよって言ったら、それをだから説明する必要がないっていうようなことをね言うんだけど、ほんで私が言ったのは角まで戸田さんが見た例ですわ。これ、2019年夏の参議院選挙で戸田さんが見たんです、立ち会い人としてね。ほなら6枚カウント間違いあったよって出てくるわけですよね。で門真の選挙区の総投票用紙は 46,772票やったらしいです。これ戸田さんは全部見たんですよ。こんな立ち会いにおりまっか、いてませんよ。だからこそそんな全部見てたらそういう間違いがね出てくるわけですよね。でこれ例えば山下さんの例なんだけど、奈良市長でね、山下さんももう一回これ見れっていうことで、無効票2000何本あったんかな、無効票がある中でですよ、山下さんも見てくれって言ってねやったんで、これ2950票です。2950票の一部を高裁が、山下以降裁判長がね確認をしたと、なら672票一部ですよ、一部確認したら発表は違うかったというわけです。つまりですね、これ一票もこんな間違いがあったら分かんわけですよ。ひっくり返ってるわけじゃないけど、そういうものが何票か差があるわけですよね。ほんで2019年4月の統一地方選挙でも田尻町寝屋川市住吉区やったかな、で私のも含めて4件のところで票間違ってんじゃないかということで審査請求やってるわけですよ。その中には1票差もありましたわ。ほんで住吉区は開けたんですわ、大阪市の選管は開けてですね、1票差やから開けたら1票ずつどっちもプラスになった、つまり当選者は変わんなかったんですけども、そんなん見てもこれがいかにミスを起こすか、人為的にね。でこれ早よ出せということを求められる、しかも人員削減されてる、そうなればミスが起こって当たり前なんです。これ新聞記事の中にも書いてあったんだけども、要はこれミス起こるっていうことをね書いてますよ。昔よりもこっちの方がミスが起こりやすいんやっていうことを新聞記事で、この選挙の立ち会いにバイトで来てるんだけど、これ全部あれですよ、市の職員ですよ。でそういう人らが直接話して言うわけですよね。だからこそ開けてみれって言うて言うてんのに、まあ、大阪高裁12月24日判決ですというふうに決められたんですけども、そもそも高裁がこれを見るっていうこと自体が非常に珍しい例のようです。でもう判決の日にちが決まったということは開けないということになったわけですけども、開けないというのは手間かかるから開けへんのとちゃいますせ、自分らが間違うてるからこそ、だからこそその間違いをばらされたくないから、だから開けないんやっていうふうにしか考えられへんでしょ。まあ15票差やから16票取って、一番下岡林さんやったんでねと、ひっくり返るとまでは私も思ってませんよ。600票が無効票でしたから、ここに600票で8票ですからね、この時ね、奈良市ね。
だから、まあ、発表はそこらはあるんかも分からへん。で、3票差で澤田一代さん、共産党の女性議員、この人落ちてます。で、4票差で井上源氏さん、これ8年、少なくとも8年以上、1回の質問も、自分の質問ね、自民党会派が作った質問してますよ、2回ぐらいね、1回も自分の質問作ってやったことはない人、この人も4票差で落ちてるんだけども、こういうことをもう一回開け直したら、その二人も復活する可能性はあるわけですよね。つまりほんまに信用なるもんかならんもんか、スピードに合わせてですよ、あの何時間かの間に早出せ早出せって言われるわけですよ。そうじゃなくてもう一回きちんと確認したら、票のね数が変わる可能性っていうのはあるというふうに考えられるわけですね。あっちもこっちもそんな例があるんだから、なんで岸和田だけがそんな例がないというふうに言えんのか。岸和田選管は私に言うたんは、一番初めですよ、これ開けてみらなあかんのちゃうんかって言ってたら、まあ、頭抱えとったわけです。で、その後でまた選管の話した時に、選管が言うたのは、開けんでもええんですって、そんな例のやつ見つけましたって言って言うたんです。つまり開けたら困るっていうことを裏返しで言うてんと一緒じゃないですか。ほんまに開ければ私もグーの音も出ませんよ。でもそういうことをさせない、何べんも言いますけど、これ一票の差もあったらあかんわけですからね。せやけど開けたら必ず票差っていうのは出てくるっていうのは選管も分かってるわけですよ。だからこそこれ開けたがらない、私が当選するっていうことが怖いとか、そんな話は別にですよ、それとは別に票差が違うてくるやないかと。一回違うことがあれば次の時にも票が僅差であった場合にですよ、開けれっていう人が出てきた、その時にもう一回開けなあかん、だって前間違ったんだもん、ということになるのを恐れてるんやと思いますけども、恐れてることを、間違いを隠蔽するのがほんまに正しい行政のあり方なんかということ、これが非常にやっぱり問われる事例やというふうに思いますね。